どうも、つぶです。えー、ロペス選手のね、対談報道がありましたので、ロペスについてお話ししたいと思います。まあ、僕は以前の動画でですね、ラミちゃんは、あのベイスターズを、まあ、負けることが当たり前だったチームを変えてくれた最大の功労者だ、みたいな感じでお話ししましたけども、まあ、僕は本当に、選手の意図 ロペスが本当にその一人だと本気で思っておりますし、み、まあなそう思ってると思います。なので本当に僕はロペスにね、本当に感謝しております。まあ獲得した当初は、もともとファーストブランコだったので、まあブランコでもちょっとね、破壊力とか、ね、大学ーは劣るかなっていうふうに思っちゃってましたけど、まあ結果的にねロペスはもちろんね打点王とか、最短打とかタイトルも取りましたし、もう本当に。 打撃でももうめちゃめちゃ素晴らしい成績を残してくれましたそして何よりもう守備ですよねロペスといったらもう僕は本当に何度も見ましたねもう難しい球、庄番とか難しい送球をね何度も難なく取るロペスのシーンを何度も見た印象ですねいや本当にベースアーズっていうのは本当に内野守備、まあ、守備っていうのは本当に課題で まあね、もっと言うとセンターラインなんですけども、まあ、ファーストの守備の大切さを知った選手の一人でしたね。まあ、なんだかんだファーストっていうのは守備機会が一番多いポジション,だとポジションなのでファーストの重要性とかねあロペスが本当に違うなっていうふうに、えー、感じました、まあ、あとは何よりロペスの性格、人柄リーダーシップですよね。本当に素晴らしい リーダーダシップを持った選手でしたまああの前のキャプテンは都合今は佐野選手なんですけどもまあどちらも外野手ですよね、まあ、なので内野のキャプテンって言ったらもう僕は本当にロペスだと実質キャロペスがキャプテンだと思っていますまあね内野手っていうのは投手との連携もありますし内野手の方がね投手とのパイプも強いと思うのでまあよくねロペスがあのマウンドに行って声をかけてるシーンが あありままししたし、まあ、なりで彼もね外国人なのであの外国人投手に対してもすごいね、激を飛ばしてる激励してるシーンを見ましたね。僕も見に行った試合であのパットンがね、もうすごいまあ、フォアボールとか出してたのかなまあ、結構もうジャイアンツ戦だったんですけどジャイアンツかお世話せの雰囲気になったので,で、まあ、そんな雰囲気の中でねロペス1人で1人がパットンのマウンドに行ってまあなんか声をかけてたシーンを見てああ、やっぱ本当、ロペスって。 チームのためにっていうかね、素晴らしいリーダーシップを持った選手だなというふうに感動しました <laughs> まあ彼はベネズエラ出身で母国語はスペイン語なんですよね、まあ、もちろんメジャーリーグで、まあね、活躍してましたので、まあ、英語も話せると、まあ、そうなった時にもうスケート外国人とは絶対普通にコミュニケーション取れるんですよね、まあ、英語圏の人も話せるし 結構 NPP はスペイン語系の出身の、ね、選手が多いので、そういった選手でもねやっぱりあのいいお手本になったと思います。まあ、ベイサーズの動画でもね外選手がそういう,ふうに言ってました。まあ、ロベスがねいることで、いろいろ日本の日本とメジャーリーグな違いとか、日本でのアドバイスを送ってと、たと、まあ、以前のラミちゃんみたいなもんですよ、まあ、それぐらい本当に慕われてる選手だったんですよね。 なんでもしね、まあ、ロペスももちろんまだ野球を続けたいと思うので、どっかの球団に行けたら嬉しいと思う反面、まあちょっとね、ロペスが敵チームにいるということが、ちょっと僕は悲しいですね、まあ、それぐらい寂しいです、まあ、ただ本当に、このベイスターズの躍進と言いますかねあの、それなりに戦えるチームになった功労者の。 必要なのでロペスは本当に感謝しておりますありがとうございましたういっ